取り上げるニュースこちらです。学校法人森友学園への国有地売却をめぐる決裁文書の書き換え疑惑で、文書の書き換えが財務省本省の指示で行われていたことが分かりました。政府関係者が明らかにしたもので、財務省が今日国会に示す調査報告に盛り込まれます。いろんな動き激しくなっております。それではまず日本放送報道部の畑中秀也デスクです。はい、朝日新聞の報道に端を発しました。この文書の書き換え疑惑ですけれども、これまで財務省は書き換えがあったかどうかにつきましては説明は後ろ向きで曖昧な回答に終始しておりました。それが一転、記述を削除した例があったと書き換えを認める方針を示しております。で、これに先立ちまして先週は大きな動きがありまして、まず森友学園の国有地売却問題の対応に当たっておりました財務省近畿財務局の男性職員が首を吊って自殺をしていたことが明らかになりました。自殺をしたのは今月の7日、つまり5日前とみられます。で、これが国有地売却問題と因果関係があったかどうか、これについては明らかになっていませんけれども、遺書も見つかったということです。そして9日の金曜日には佐川信久国税庁長官が電撃辞任をいたしました。財務省は慌ただしい動きを見せておりましたが、まずは辞任の理由を述べる麻生財務大臣です。理財局局長時代の国会対応に丁寧さを欠き、国会審議の混乱を招いたこと、また行政文書の管理状況について様々な指摘を受けていることなどを踏まえて、国税庁長官の職を辞し退職したいとの申し出があり、本日付で退職させております。そして佐川氏は麻生大臣の言った理由のなどの部分、記者団に対して次のように加えています。今回取り沙汰されております決裁文書の国会提出時の担当局長であったことを踏まえ、国税庁長官の職を辞し退職したいとお伝えし、お認めいただきました。今回処分を受けましたこと、および確定申告期間中に辞職ということになったことについてお詫びを申し上げます。で、決裁文書の話が国会で大きな議論となり、提出時の担当局長だった責任を感じたと、書き換えの疑惑も辞任理由の一つとしております。ところでこの問題ですけれども、財務省が大阪豊中市の国有地に関して森友学園側との間で2015年の5月に貸付契約を結びました。そしてその翌年2016年の6月には評価額からおよそ8億円を差し引いた額で売却する契約を結んだと、こういうものですけれども、書き換えがあったのは決裁文書に添えられた調書とされています。で、当初の文書では交渉のいきさつや契約などの際に本件の特殊性、特例的な内容といった表現があったんですが、国会議員らに去年開示された文書では削除されたということです。また複数の政治家の名前、今分かっているところでは平沼赳夫元経済産業大臣、河野池義忠元防災担当大臣、これらの名前が記されました国有地売却のいきさつをまとめた文書が丸ごと削除されたケースもありました。で、この書き換えは佐川氏の答弁の整合性を取る、つまり矛盾のないように、あるいは尻尾をつかまれないようにする、こういった意図があったとみられますけれども、関係者によりますと、これは財務省本省の指示があったとされています。となりますと、誰がいつ何のために、そして政治の働きかけはあったのか、政府への忖度はあったのか、こういったところが当面の焦点になります。ちなみに野党は書き換えの指揮系統や動機を追及するほか、国政調査権に基づく調査や佐川氏の証人喚問を要求する構えです。くしくもこれまで選挙などでバラバラになっておりました希望の党や立憲民主党や共産党、この野党が一つにまとまるという、こういう副産物も今回の問題を生んでいます。地検、大阪地検特捜部が佐川さんちょっと事情聴取するというような動きがありますよね。はいはい。で、これで急転直下でね、とにかく近畿財務局の元を担当していた人の、まあ、部下というか、年齢も不詳なんですけども、その方がまあ自殺をした、首吊自殺したその背景にはやっぱりですね、今回のこのね、まあ片付かないね、森友関連の特に金額とか交渉の経過についての、まあ、かなりディテールを知っていただろうというようなことで、で、それで、まあ、
ことは急に動いて、で、確定申告の最中であるにもかかわらず、国税庁長官がいきなり財務大臣呼び出されて、で、あそこでもみくしゃになりながら入っててですね、それで出てきたら、まあ、やめますというような、これ、何か、重大な、事実でも出てきたんですかね。遺書の中身は分からないでしょ、まだ。分からないですね。でも見てるはずですよね。はいはい、知ってるはずですよね、財務局態度はね。ね。はい、はい、うん。私ね、この、以前ね、20代の頃に、実は新聞記者やった頃にですね、大阪に在住していて、近畿財務局担当したことあるんですよ。あ、そうですか。で、うん、まあこれ、近畿財務局に限らず各局の財務局なんですが、これ非常に特殊な存在でしてね、よく、本省のというか、大蔵省の財務省の、はい、出先機関と、だから出先機関というからには、本省の命令直下いろいろと動いていくんだろうというふうに、受け止める人も多いんだけども、必ずしもそうなってなくて、各財務局、うん、中でも近畿財務局というのは独立王国と言われていてですね、まあ亡くなられた方を含めてノンキャリア、現地採用のノンキャリアの人がほとんどなんですね。財務局長であるとかその下の理財部長なんていうのは、これ本省からですねキャリアが、来るんですけれども、それ以外の人たちはもう地元採用なんですよ。地元の学校を卒業して、そういう、まあ、就職するというケースがほとんどでしてね、うん、でそうすると、でその時から私感じてたことなんですが、本省に対するロイヤリティ、あるいは政治家なんかに対するロイヤリティよりも地元のその人間関係であるとか利害関係が最優先されていく経緯があるんですね。今回の森友学園もそうだとは言わないけれども、うん、そういった背景が色濃くあるんじゃないかなと思いますけどね。じゃあ単純に一部新聞が推理しているようにね、うん、上の方からこう言われて、ね、その上の方からっていうのは、まあ、前理財局長であったと、で、それで書き換えたというような、そんな簡単な話じゃないかもしれないってことですね。そうですね。ですから、先ほどですね、畑中デスクが、紹介していただいたようにですね、まあ、書き換えられる前の文書には、本件特殊性であるとか、今回は特例事項だと。じゃあ、その特殊性とか特例、すぐですね、我々は、ともすると、大物政治家が動いたんじゃないのかとか、総理や総理夫人の関与があったとね、見てしまうんだけども、どうもそうじゃないんじゃないかというのが、今回のですね、取材を通じて私感じることなんですよ。要するに地元の本当の事情だとか、かつてのですね、いろんなまあトラブルが多かったわけですけども、そういうものも全部わかっている須田さんとしては、一概にその政治家がなんか出てきてなんかわーわーって言ったからどうのこうのしたとか、それで値段を下げたとか、いやいかんなって、そういう単純な話じゃないと。あそこの、まあ、近畿財務局管轄の中の実にこの微妙なね、難しい問題がね、こう入り組んでるんだから、それについてなかなか言えないっていうようなところがあってね、よくわかんないんですが、私もね。だから、そこのことについてはね、もうこの際だから、一切合切、明らかにすべきではないかなと私思うんですが、ただね、そういうことをね、実は先週の金曜日、そして土曜日とですね、私大阪行ってきたんですよ。で、そうするとですね、やっぱり地元の、かつて知り合いだった、財務局の職員が言うんですね。で、実はそうは言っても、私たちはここで、これからもう生活していかなきゃならないんですよ。要するに全て真相を明らかにして、じゃあその中でね、どういうハレーションが起こってくるのか、どういうですね、反撃が起こってくるのか、そういったことも全部含めて考えていかなきゃならない。まあそういう言い方してるんですね。反撃。お前なんで喋ったんだとかね。そういうことだって考えられると。今、ラジオ聞いてる方は何をイメージしますかね。だからそういう、まあ、特殊な人間関係っていうふうに考えてもらっていいと思うんですけどね。この出てきた政治家の名前っていうのは何かピンと響くものはありますか？やっぱり地元の政治家が中心ですよね。もちろん、その籠池さんの、親しかった保守派の平野さん、これは岡山ですから、地元ではありませんけどね。そういった保守系と、やっぱり地元、ね、あるいは野党系のね、地元の元職も名前が上がってるようですから、野党のね、民主党、元民主党の、政治家の名前も書かれてたとされてますからね。そういったところを考えると、やっぱり地元の政治家に頼んでる。地元に顔が利く政治家に頼んでると。その微妙な箇所にまでこう、ことが及んでいきそうな、事実関係っていうのがだん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 掘られそうなんですけど、安倍さん、今までずっと一貫して丁寧に説明するって言って、
ってしてきたつもりのようですけども、これから先を考えるとどんな事態が予想されますか。うん、ですからね、野党としては、まあ言ってみれば、その書き換えの指示が本首相の指示だったんじゃないのか、というところで、内閣全体の責任にしたい、そして、じゃあその特殊性だとか特例というのは、やっぱり、自民党あるいは政府の関与があったんじゃないかというですね、そういうロジックに持っていきたいんだろうなと思いますけどね。総裁選が秋にありますけど、二階さん の自民党としての態度とかね、ああいうのとこう照らし合わせてみると何か動きはあるんですかね。ただ、まあ、今後の動きを見ていかなきゃ、これについては、ね、何とも言えないんじゃないかなと思いますけどね。ですからそういった意味で言うとね、これ与党もあるいは政府もですね、この際も全部表に出すべきだと私は思うんですよ。本当ですね。それで先に、ね、要するに何かことが起こったら全部面倒見るからと、保証するからというような一言があればですね、事実関係出てくると思いますよ。アベノミクスはうまくいってないけど株は上がってるとか、なんかいわゆる経済でなんとか持ってるっていうね、いう人いますけども、なんかいつまで経ってもこの喉に刺さった骨で、これうまくいかないですね。森友ね、いやこれで籠池さんが出てきたら大変ですね。